2024年度小中高校生ボールルームダンス全日本チャンピオンシップ、小学生高学年の部女子同士カップルスタンダード部門で優勝、ラテも合わせて優勝されました、竹安優、前川美代組です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どう、今日は疲れました？とても疲れました。疲れました？どう、疲れました。ね、ラテンに引き続いてスタンダードも優勝って聞いた時はどんな気持ちがしました？すごい嬉しくて、もうドキドキしましたし、心臓が。どうでした？呼ばれると思わなかったです。そう。また優勝だからとても嬉しかったです。はい、はい、わかりました。はい、じゃあ次ね。はい、じゃあ改めてちょっと先生を前にいますけど、改めて教わってるお教室と先生の名前を。じゃあ、A 国際ダンススクールと、ラテンがリュウエ先生で、スタンダードがチョウジン先生です。はい、じゃあダンス始めたきっかけは何でした？ダンス習いたいって言ってくれて、それでお母さんがダンスを習わせてくれました。はい、はい、と最初は体験で行って、うん、楽しかったから遊び目的で行ってたんですけど、うんうん、どんどんコツとか教えてもらったので優勝取れるように目指してダンス行ってました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあスタンダードの種目で、どの種目が得意かな、また苦手なものがあったら教えてください。得意なのはワルツ、苦手なのはないです。得意なのはワルツで、苦手なものはスロー。スロー、はい、はい、お二人ともワルツなんでね。はい、じゃあ社交ダンス習っててよかったなって思う時はありますか？友達とか先生に1位取ったよとか言うとすごいって褒めてくれて、それがとても嬉しかった。だから習ってよかったなと思います。なんだっけ、ダンスを習ってよかった、はい、こうやって1位取れた時とか、みんななんか笑顔で迎えてくれるところとかが良かったです。はい、はい、じゃあ最後にね、じゃあもうダブル優勝の喜びをもう誰に伝え、もうみんなに伝えたいだろうけど、一番伝えたい人、頭の中で考えて一番伝えたい人。今前にいる人でもいいんですか？はい、もちろん感謝の気持ちを伝えて。先生にダンスを毎日教えてくれてありがとうございました。これからもたくさん教えてください。ありがとうございます、はい、先生に伝えるんですけど、毎日ダンスを教えてくれたりコツとかいろいろ教えてくださって本当にありがとうございます、はい、大好きです。大好きです。いいですね。はい、じゃあ大好きな先生を前に、スタンダードもラテンも2種目、ね、優勝できて本当におめでとうございました。はい、はい、じゃあ2024年度小中高校生ボールルームダンス全日本チャンピオンシップ、小学生高学年の部女子同士カップルスタンダード部門、またラテン部門も見事優勝されました竹安優、前川美代組でした。はい、おめでとうございました。ありがとうございます、はい。